進めていいいきたいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう過去問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文は読まない考える2つ目が作者の主張を理解する3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識が割にない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れっていう経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者の主張を理解する英文読んでるとバッとかハヤバとか逆説の後って作者の主張がきやすいですよねでそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者の主張を理解することが正答率の向上につながります 3つ目が、英文は抽象から具体に進む。第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で、最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されてるだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されてるだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。 そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう攻略手順ですがもちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていてメインテーマを掴んでいきますでその後話の展開を類推していって類推した話の内容が正しいかどうかを確認していきますなのでまずメインテーマを掴むとでメインテーマをつめたらあとは類推確認ステップ2ステップ3これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります私の解説とかもこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます 最初ですね。はい。アリババと終わりますけれども。はい。アリババですね。えー、皆さん、知ってますかねこれ、ここはもう一般上司として知っておいてください。中国の企業ですね。はい。で、その後書いてあります。Unusual name for Chinese company ということで、はい。中国の会社だということがわかります。で、次です。はい。インフロントジャックあ、ジャックさんですね。はい。ここも人の名前、新しい情報ですからマーキングしておきましょう。 はい。で、えまあ、経営者ですね。えー、アリババの経営者がジャックスさんですということです。で、その次です、Say,、yes, the first Jack Built is home to the largest virtual shopping mall in the world ということで、はい。えー、バーチャルショッピングモールってなんですかねということです。はい。これはもう皆さんね、使ったことあるでしょう。 んですかアマゾンとか、ほら、EC ですよね。EC 系サイトです。はい。まあ、インターネットとかでもなかったりしますよね。まあ、それを言ってるんでしょうと。まあ、ここは皆さんね、想像を膨らませてくださいということです。で、次。え Over、overtake a worm a u t in the amount of good salt ということで。 はい、えー、オーバーテイク、オーバーテイクですね。で、ウルマート、ウォルマートを超えてるとこういうことを言っています。まあ、それぐらい売り上げが、ね、アリババは高いですよということです。はい。なんで、アリババって何の会社かもういいですよね。中国の会社で、要は EC ですね。EC 系の会社ですよということがわかります。まあ、これも一般上識で知ってる人はね、もうここ読むまでもないっていう感じなんでしょうけれども、 えー、まあ、知らなかったとしても、ここに、ね、書いてありますよということです。まあ、知っておくといいでしょう。今後ね、出る可能性があります。一般上司として押さえておいてください。で、次、ネザンカンパニー IPO ということで、はい、IPO ですね、えー。中にも書いてあります。新規株式公開ということです。えー、まあ、株式を新規に上場することを IPO 企業というふうに言ったりしますね。 はい。で、IPO をして、どうだったかというと、2014年ですね。えー、25ビリオンですから、まあ、えー、それなりの価値がついたんでしょうということで、まあ、一応新しい情報としてマーキングしています。それから、one of the top 10 most valuable companies in the world, g o 300ビリオンということですから、えー、one of the top 10ですから、ね、10本の指に入っているということですね。まあ、相当な巨大企業に急成長しました。 まあ、こういうことが書かれてます。まあ、ここも新しい情報ですから、マッキングしておきましょう。え、それから、アリババー became the most vulnerable internet company in the world after Google ということで、はい。Google の次に、えー、価値のある企業、えー、いうことが言われてますね。インターネット、まあ、IT 業界の中で。はい。ここも新しい情報ですから、マッキングしておきましょう。え、でまあ、当然、A、Richest Mind in Asia ということで、まあ、それぐらいね、巨大な企業の経営者であれば、まあ、アジアの中でナンバーワンのリッチメンになるでしょうということです。 はい、次。え、has not gone according to plan ということで、はい、ここですね。え、プラン通り行ってないと言ってますね。え、これはプラスですか、マイナスですか、どっちですかこれはマイナスですよね。なので、青で私マーキングしてます。はい。さっきはどっち、どうですかどちらかというとプラスですよね。だって、すんごい儲けてるって言ってるわけですから。これプラスですね。赤でマーキングしてもいいレベルです。 はい。ここマイナスですよ。だから、この第一段落と第二段落で、えー、プラスマイナスが逆転しているということでね、ここに気づいておいてくださいということです。はい。ですから、当然、一番に質問がありますけれども、まパール、per、ね、ありますけれども、当然、マイナスなはずですね。この文は全体的にマイナスになるはずです。この段落ね。はい。で、b r a e f f i r m i n browser initial offer price ということで、まあ、最初の、え、プライスよりも、えー、プライスぐらいに、まあ、下がってしまったということが言われてますね。えー、ちなみに、このイニシャルオファープライスって何ですか そのって言ってるわけですから、もうすでに英語本文上に出てきているわけですよね。はい。こういう風な指示語ですね。が出てきたら一回立ち止まって考えてくださいということです。何ですかもうすでに出てきてるプライス。ついてましたよね。プライスね。300ビリオンとか25ビリオン。これ何ですか株式ですよね。まあ、時価総額ですね。株式の時価総額。会社の時価総額。っていうのが最初の。 値に戻ってしまいました。だからそれから落ちましたよということを言っているだけですよね。1番もう説問いいでしょう。う全部ハーフがついてるんですよ。だから要は半分下がったということです。はい。えー、そういう表現するには2番ですね。バイハーフが正解です。はい。で次、2015年。はい、2015年には Government Agency over Intellectual Property ということで、まあ Intellectual Property ってちょっと難しいかもしれないですけど、要は Government Agency、要は政府がどうなんですか アリババに対してマイナスなことをおそらくしたんでしょうね。インベスターコンサースね、投資家が心配するような何かマイナスの事象がね、政府が絡むことで起きたんでしょう。まあ、それぐらいで捉えておけばいいんじゃないですか。だって説問になってないんですから、ここ。はい。ということで、次行きましょう。で、え次です。I probably is high.Uniqually ever positioned to benefit from the rise of China's consuming class ということで、はい、ここはどうですかプラスマイナスで言うと。 ウェルポジションですからプラスでしょうね。なので第3なのかまたプラスになりますねということです。はい。で、ウェルポジションとは何ぞやということですね。ユニークウェルポジションって何ぞやということですけれども、その話というのはこれはポイントの3番ですね。英文は抽象から具体のプロセスで同じ話の繰り返しですから、この7番の下線部の内容というのはこの後具体化されてくるわけですよ。だから別に7番のところで分かんなくてもいいんですよ。この後具体化されるんで。 はい。そこをちゃんとね、単語をピックアップしてあげましょうということです。そうすると、all over 400 million people. え、えー、400 million って4億人か。はい、4億人。えー、アメリカを超えてますと。なので、中国の人口って何十億人っているわ。何十億人じゃね十何億人っているんだもんね。で、make a purchase on Aribaba's website each e r ということで、はい。4億人、a r i バ a のウェブサイト使っていると。まあ、これは相当な大きい顧客ですよね。だってアメリカのより大きいんですよ。人口ね。 はい。が、何なんですかユニークエリー・ウェリー・ウェリポジションなんでしょうね。もう具体化してるじゃないですか。はい。ここちゃんと単語ピックアップしてあげればいいだけです。え、さらに言うと、the tens of millions of practice generated each day account for almost t w o t h s a d of our personal deliveries in China ということで、まあ、まあ、平たく言うと、まあ、中国でのその、デリバリー要は、まあ、 うん、いいですよ。EC、まあ、サイト EC、まあ、サイトとまでは言ってないんだけれども、まあ、要は中国でまあ、EC サイト含めてこう、買われてるものの3分の2が、えー、このアリババ使われてると、まあ、そういうぐらいでいいんじゃないですか捉えておいてもらえれば。はい。要はそれだけ要は、中国の、まあ、分母っていうのもでかいし、その分母の3分の2を占めてるわけだから、相当アリババっていうのは、まあ、儲けてますよね。いいポジションにいますよね。こういうことを言ってるわけですよね。まあ、それがつかめればいいでしょう。 7番。どれが正解かというと、それを踏まえると4番ですね。it has a major share of China's rapidly growing e-commerce market ということで。そうですね。4億もある。その4億の中の3分の2メージャーシェアを占めている。もうこれ2つ要素が入ってますよね。4番が正解です。はい、次行きましょう。で、アリババ has need on to the very Chinese shop, giving them access to range and quality of items ということで。はい、えー、どうですか 2番の質問出てきましたけれども、ここで考えなきゃいけないのは、カンマがついてて、もうこれもポイント3番ですよ。英文は抽象から具体のプロセスで同じ話の繰り返しです。ね。えー、2番何を入れるかと考えたなら、ここですよ。下線部。あ、河部じゃない。マーキングしたところ、ここをちゃんと見てあげればいいだけですね。同じ話にしてあげればいいんですよ。カンマの前後は同じ話です。だから、前後を同じような内容にするように2番を入れてあげればいい。じゃあ、ここのマーキングしたところを見ていくと、要は、はい。 オレンジクオリティオブアイテム。だから、たくさんのいろんな商品っていうのを、このアリババ使うことによって買うことができるんでしょそういうものを提供アリババしてるんでしょえこういうものを2番入れてあげればいいんですよ。意味になるように。そうすると、どれが正解かというと、当然マイナスではないですから、ね。どちらかというとプラスですから、ねえー。そういうものを選んであげればいいと。まあ、4番じゃないですか。トランスフォームが正解ですね。はい。えー、だから中国のまあショッピングのあり方を変えたわけです。 ね、ここにも書いてあるように、プレビアス・ジェ s リティ e r a t e d c ド u l d o n l ということで、ね、夢にしか思えなかったようなことが今起きてますよと。それぐらい変革、トランスフォームしたんですよ。こういうことが言われてるわけですね。はい、で次、l Amazon ということで、まあ、Amazon も出てきましたよ。で、アリババっていうのが出てきていて、はい。しかし、this conversion ね。この比較とありますね。はい、this ですよ。指示語ですよ。 ね、一回立ち止まんなきゃいけないですよということですね。比較ということは何かと何かを比較してるわけですけど、何と何を比較してるんですかディスです。一個前ですね。一個前はアマゾンとアリババ a で出てきてるだからアマゾンとアリババを今比較してるんですよねってことですよね。で、アン d e ス Essay で a l i b s Impact ということで、アリババのインパクトがアンダースメ s ってね、過小評価されてるというふうに出てきてますと。はい。えー、ということはもっと言うと、要はアリババっていうのはもっと 価値があるんだ。インパクトがあるんだってことですね。本来はね。それが過小評価されているということですかね。はい。じゃあ、その過小評価されている。どこが過小評価されているのか。また、ポイントの3番ですよね。とういうことで、具体化見ていきましょう。はい。タオバオタオバオは何ですかねこれね。えー、ショッピングウェブサイト。ね、アリババオのショッピングウェブサイトがタオバオらしいですね。はい。まあ新しい情報なんで、マーキングしといてください。えー、で、次でストローリーエヴァレイアスカスタマーとか、はい。えー、ペポタロールということで、ここにね、出てきてますね。要は やっぱ価値がある。お客さんとしてのなんか価値を感じると。それから、中心的な存在だと。それからさらに、moves a country away from a Made in China p l u to a b r o t in China present ということで、えー、まあ、Made in China から、はい、Bought in China に変える役割を担っていると。アリババが、タオバオが、っていうことですね。が、はい、言われてます。これどういうことですかっていうと、要は、Made in China っていうのは、 我々側です日本人とか外国人が言う言葉ですよね。要は中国の製品を輸入して買ってると。じゃなくて今っていうのは、要は中国人が中国製品を買っているわけでしょ。ここでも言われた通り。ね、中国人が中国製品を買ってると。はい。えそこに今シフトしてる。で、ね、こういうことが言われてるわけですね。はいえ。そうするとアリババ。はい。インパクト。ね、どういうインパクトがあったかもいいですよね。8番ですけれども、どれが正解か。8番は 2番ですね。アリババフレイズ、プロビネント、プロトインシフティングザ・フォーカス・オブ・チャイニーズ・エコノミー。シフト。シフト。まさにシフトしてましたね。ここね。シフトしてました。メールイン・チャイナから、ボード・イン・チャイナにシフトしてました。はい。その役割を担っているのは、アリババであり、タワーである。はい、次行きましょう。9番。The old China growth model. はい。えー 新しい情報出てきましたね。マーキングしておきましょうということですけれども、何ですかねオールドチャイナ・グロースモデルって。わかんないですね。わかんなかったらどうするのポイントの3番ですね。もう言わないですよ。はい。で、ベ、えースローン、マニファクチャリン、コンストラクション、エンド、エクスパート。えいうことです。もう具体化が早速始まってますよね。つまり、オールドチャイナ・グロースモデルですよね。これがね。具体化、抽象から具体化がしてますよ。ということです。はい。で、これっていうのが、 ええー、of millions out of poverty ということで、貧困から3番したと。しかしながら left China with a b i t t e r legacy of overcapacity, overbuilding and、uh, pollution ということですね。はい。負の遺産も残しましたで、3番何ですかというと。これは、3番特には、ここですよね。バットここを見なきゃいけないですね。逆説ですね。ポイント2番、逆説は重要なんですよ。はい、逆説の 後ろがマイナスになるならば、逆説の前というのは、プラスの内容にならなければおかしいですよね。だからこれは貧困から、まあ、抜け出したみたいな意味にならなきゃおかしいんじゃないですか。えー、ということは3番どれが入るかというと、3番は、え、リバ l かなはい、デリバー v 1番が入ってくるということです。まあ、貧困から、まあ、配達する。まあ、貧困から、 その貧困じゃないところに人々を配達する。つまり、抜け出させたのが、オールドチャイナ・グロース・モデルということです。まあちょっとね、表現が、えー、デリバーっていうのはね、直接和訳しちゃうと難しいですけれども、まあ、そういうことを言ってるわけです。はい。で、9番か。9番もいいですよね。えー、9番どれが正解かというと、はい、9番。9番は3番ですね。え it f a i l e to contribute to the welfare of the Chinese people. これ、not ですよ、not。間違ってるものです。えー、違いますよね。だって、 さっき、今言ったように、貧困から抜け出させたわけでしょ、人々だから、裕福にさせたわけですね。これ、裕福に貢献してないってなっちゃってますけど。貢献してますよ、ということね。はい。これを3番が間違いです。はい。で、次ですね。名はニューモデルということで。はい。ニューモデル、オールドモデル。 まあいいですね。ここは当然対比関係があるわけですよね。ということです。えー、one is centered on 4番 to the need of middle classes ということで、まあ消費者層ですね。えー、ミドルクラス。まあ中流階級ですよ。はい。に向けて4番をしているということですけれども、ニューモデルっていうのは当然、アリババとかのことを言っているわけですよね。さっき出てるこうタオバとかね、のことを言っているわけですね。はい。っていうのはどうなんですかというと、ほら、さっきのもうこれ同じ話の繰り返しですよ。思い出してください。4億人の人たち。 に対して商品を EC サイトで売ってたわけですよね。要は中4億人をターゲットにしてるわけですよね。はい。これも要はその4億人、ミドルクラスというふうに言われてますけど、さっきの要は4億人の人たちのことを言ってるわけですよね。表現が変わってます。でも言ってることは同じです。はい。4番、どれが正解かというと、4番は、えー、2番ですね。えー、ケータリングと、ね。ケータリングって日本語でもね、使いますけど要は仕出しですよね。要は商品を売る。 EC サイトして、ね、このミドルクラスに、ね。はい。ということをアリババがやってる。ニューモデルがやってる。ということです。で、次に行きましょう。The Face of the New China ということで、はり、い、ジャックさんね、さっきのアリババの経営者。ね。えー、the Face of New China だ。まあ、いいでしょ。このこ辺、ね、もういいですよね。まあ。 この後、はい。具体化されてるんで、皆さん読み流しておいてくださいという形です。えー、10番。えー、どれが正解かというと、10番は、これは、1番ですね。He is not only famous, but represent Chinese emerging economic、えー、paradise. ということで。そうですね。だから、アリババっていうのがもう中国経済の今、中心なんでしょ中心なんだから、その、当然、アリババの経営者だって、中国経済の中心。新しい顔なわけですよね。さっき、ニュー,、えー、ニューモデルとありましたけど、新しい経済の顔ですよね。 ということが言われてるだけの話です。はい。で、11番ももう同じような話ですね。to go on stage after Jack is a losing p r o p o s i t i o n ということで、ジャックの後にステージに立つと、ね、負け犬だみたいなね、えー、もう負け組だみたいなことが言われてますけれども、それぐらいジャックが圧倒的なわけですよね。圧倒的。中心にいるということですから3番ですね。まあこれもそのまんまですよね。そのまんま。はい。その何も難しくないですということです。 え、アウトスタンディングね、圧倒している。他を圧倒してますよ、ということを言ってるだけです。で、次行きましょう。で、最初に会った時のことの話をね、ジャックと、はい、死者が最初に会った時の話をしてるんですけれども、はい、え、ごーん、カウント the number of co-founder by 12番、The t o o h b r u s h e s m e d into Mark ということで、まあ、歯ブラシの数を数えると、えー、共同創造者の数がわかるみたいなことを言われてますけれども、だから、このアリババっていうのは、あの、ジャックさんが一人立てたわけじゃないっていうことがここでわかりますね。えー、何人に立てるのかというと、ここの後に書かれている通り、奥さんと、えー、キャッシーさんと16人。 だから17人立てないんですよ、アリババっていうのは。ジャックさんが1人立てたわけじゃない。というのはここで分かりますね。まあ、ここ新しい情報としてマー,ケーキングしておいた方がいいでしょう。12番の説問ですけれども、ここで、要は何が言いたかったのっていうことは言われてますけれども、要はこの段落っていうのは、アリババの成り立ちですよね。えー、始まり。えー、なんかアパートでみたいなことをね、ちっちゃい田舎のアパートで、ね、16人の創始者が始めた。はい。いうことですから、12番は4番が正解です。 始まり。これを説明したかったわけですね。ということです。はい、それから13番です。はい、アリババの将来について、記者がどう思っているか。これはまさにポイントの2番ですよね。作者の主張ですけれども、ちゃんとそこは皆さん理解できてますかということです。プラスマイナスどっちですかアリババに対して作者はプラスマイナスどっち プラスですよ。マイナスじゃないですよね。マイナスの話も確かにありましたよ。第2段落が確かにマイナスの話はしてましたよ。でもずーっとそれ以降どうですかプラスの話ですよね。プラスの話ですよね。特に、ね、中国において、まあ、強力なね、こう、ポジションを持ってるわけでしょ。アリババっていうのは。この4億人の顧客っていうのは、これはもう強力ですよね。はい。ですから、アリババの将来に対して作者はマイナスじゃなくて、プラスですよね。はい。ね。 中央経済の顔だなんて言う、も言ってますから。はい。ですから、プラスの内容を選んであげればいいだけです。もう一つしかないですよ。o プ t i m i s t i c 的ということです。はい。あとは設問問いたかなと思う。 たんですけど5番と6番か。はい。5番、6番見ていきましょう。5番。えー、アリババ、インシャルサクセスですけれども、アリババの最初の成功というのは、1番ですね。It became the second most valuable internet company in the world. そうですね。Google の次に時価総額大きくなったんでしたよね、ということ。それから6番。えー、2015年の話ですか2015年というのは、第二段落ですね。ここは唯一マイナスの話がアリババされていたところでしたと。 はいえー、なんでマイナスになったかというと、その理由は、ここですよね。はい、政府。と、あとは、エコノミーブレクター・ストック・マーケット・えー、ドラッグ・ダウンということで、まあ、中国経済自体があまり良くなかった。はい、えー、こんなところが書かれていたわけですから、はい、えー、2つ、To possible r e a s o n として書いてあるのは、6番は2番ですね。えー、the slush Chinese economy and the f r s t eh,、えー、ュ r イ、フラ u a t i n g stock market, ということですね。はい。が正解になってお疲れ様でした。赤本手に入れてもう一度自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方と言い方ができるように自分の頭にすり込みをしておいてください。それから他の大学の過去問に関しても再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい。それでは以上になります。お疲れ様でした。